こんにちは、心理カウンセラーの高森です。アルコール依存症の場合、その方個人というだけでなくて、周りの人間との相互作用が非常に関係していることも多いということが知られています。そういった人間関係を一般的に共依存というふうに呼んだりします。要はお互いに依存しているということですね。例えばアルコール依存症で飲むとすごく攻撃的になって暴力を振るわれるということが分かっているんだけれども、なぜかお酒を出してしまうとか、そういう状態に対してこの人は私がいなければ何とかしなければみたいな形でずっと別れないまま頑張るという形を通して、要は必要とされている重要な自分というところに依存していて、そしてそのお酒を飲む人は当然相手にも依存しているというような、お互いに依存関係で回り合っている、それがいい依存であればいいんですけれども、お互いにちょっと破滅的なところに行きそうな方向なのに依存が続くというものが共依存ということですね。まあ、こういったものをどう断ち切っていくのかという側面も非常に重要になってきます。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。